ジェノベーゼも確かにこの時期、暑い時期だからこその冷製のジェノベーゼって今の時期ぴったりじゃないですか。食欲もね、増しそうですし、あとね、栄養もつけられてバチグーじゃないですか。バチグーってなんかどこで聞いたんだっけ。今自分で言ってて自分で突っ込みちゃいましたけれども、うん、バチグーって言いますか。バチグーですって言いますよね。ね、皆さんもぜひ美味しいものを召し上がってこの時期乗り切っていただきたいなと思います。バチグーです。以上、おかえりメールのお時間でした。